はい、ですね、この動画はですね、いつもの販売用のものとはちょっと違います。はい、今、仕入れる前にご商談いただいている方がいらっしゃいまして、その方のために撮っておりますけれども、はい、バンディット 250V です。多分 V だと思うんですよね。でも僕の記憶が確か、私の気が確かなら、バンディット 250V の場合だとシリンダーヘッドカバー赤だった気がするんです。これ赤じゃないんですよ。って言ってもなんか剥がした跡があります。あ、うっすら赤い塗料がついてますね。あ、やっぱこれ V だ。あの可変バルブタイミング機構を持つ希少なエンジンですね。これがあのホンダの VTEC なんかが有名ですけども、これはまあそれに近い機構を持ってます。こんな感じできちんとエンジンは始動いたしますね。よいしょ。ちょっと暗くなっちゃって申し訳ないんですけども、ごめんなさい、もう商談をいただいているということでですね、あの優先順位をスタートの方まで下げてしまいまして、こんな時間になっちゃいました。はい、まあこんな感じでちゃんと走ります。もうね、実はですね、まあ、これを撮ってご覧いただいている方はですね、アクロスのご商談をいただいた方なんですけど、アクロスがですね、納車整備中にトラブルを起こしまして納車できなくなっちゃったんですね。なので非常に申し訳ないんですがということで、代わりに、最初はですね、お金を回収しますというか、うちでお買い上げ、うちでどうしても買いたいということを言っていただきまして、急遽僕の方で引っ張ってきたものがこの1台ですね。4気筒でなおかつ乗りやすく長距離も行けて、同じ鈴木であるということでこれを選んでみましたけれども、まあ、調子はとてもいいです。でまた書類手続き等こちらで行わせていただいて納車させてください。はい、というような形でいかがでしょうか。すみません、ちょっと暗くなっちゃって申し訳ないんですけども、バンディットの 250V です。はい、というわけでちょっと個人名を他の人に見られるかもしれないので個人名は出さないですけども、どうぞよろしくお願いします。